古くから受け継いできた近江文化というお宝を今のカメラが訪ねます。今日は銅のお宝、さあご一緒に。東近江市神田町の川桁三壁神社の三壁祭りは、はるか昔奈良時代からずっと続いている例祭である。本祭りの3月18日の正午、およそ350個の氏子衆から選ばれた当人さんたちが若衆に守られながら馬に乗って三壁神社に居合入りをする。当人さんは鳥居前で下馬して両手をバーッと広げる。すると次の年の当人さんが10尺の裾を持って当人さんの後に従う。拝殿の前で四方拝を行って神事が執り行われた。いや、昔からこの日に雪が降ると豊作だなんていう言い伝えがあるんだが、この日は雪は降らなかった。さあメインイベント、ちょっと珍しいお渡りの馬頭人行列というのが神社を出発した。神馬、神主馬に続いて子供みこし、大みこし、そして当人さんを乗せた馬が若士たちと共に列を組んで氏子の集落六郷を巡る道中である。昔は六郷全てから当人馬が参加したんだけれども、数年前から半分になってしまった。当人や若士が減ってしまったという時の流れのせいなんだろうか。当人馬の順番は前夜の夜宮でのくじ取りで決められる。今年は神殿、野村、そして妙法寺の順である。しかしどうして集落の代表の当人さんが馬に乗ってお渡りをするようになったのか、これは定かではないんだが、その昔三壁祭りの折に京から宮人たち36人がやってきた。その宮人たちの真似をして烏帽子装束で馬に乗って神輿の後に従ったということが古文書に記されているそうだ。それは祭りとともに受け継がれて鐘太鼓のない優雅な昔のお渡りになったんではないだろうか。馬頭人行列はお旅所での神事の際は下馬するが、それ以外は当人さんは地面に足をつけない。それぞれの号を出る時も帰った時も若衆たちが当人さんを乗馬させ、そして下馬させ、足が地面につかないようにするというしきたりがある。祭りの日、当人さんは神様の代理なんだ。だから当人さんに選ばれると攘夷という装束とか馬具一式を受け継いで毎日灯明やおみきを添えて1年間精進決裁する。今でもそれはしっかりと守られていると聞いた。長いお渡りだ。今は台車に乗っているが、大みこしを担ぐ若衆たちには振る舞い酒があった。昔は一升瓶を片手に持ってなんていう若士たちも多かったんだが、平成の世になってから一升瓶を持つというのは禁じられた。しかしまだ弥生3月の半ば、体を温める振る舞い酒が多いというのも三壁祭りの特徴である。そう、酒なくて何の己が桜、いや違った、祭りかな。そうだね、